北海道関節鉄道123000型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院及び、カラフト町鉄道に在籍したタンク式蒸気機関車で、ある。元は、北海道町鉄道部が、アメリカ合衆国のボールドウィンロコモティブワークスから1899年に2両、1900年に1両を、輸入した、車軸配置2から6から2端式に寄稿の、飽和式機関車で、 1905年4月1日の北海道関節鉄道の関節鉄道への編入に伴って関節鉄道席を得たものである。メーカーでの種別故障は10から18、1、4D。北海道関節鉄道時代は D2 型と称したが、関節鉄道編入後は BB 型と称した。1909年の鉄道員の 車両称号規定制定に伴って3000型と改版された。鉄道員200型に同軸一軸を加えて引き伸ばしたような形態で典型的なアメリカ古典型である。形式番号が示すように日本の国有鉄道では最小の2から6から2形状機機関車であった。また、1899年製の2両と1900年製の1両では、 蒸気ドームと砂箱の形状が異なっており、1899年生は3ピース型で、あるが単純なドーム型、1900年生は3ピース型の、くびれのある形状であった。蒸気ドームは第2巻道場、砂箱は第1、第3巻道場に設置されていた。仙台車と受台車はいずれもビッセル式であったが、仙台車は内側式、受台車は外側式であった。 鉄道院時代と推定されるが、煙室の延長と煙突のキャップの撤去が行われている。1910年8月から、カラフト町鉄道に貸し出され、建設用として使用されたが、1915年5月に鉄道院席を抹消され、同年9月には3両とも正式にカラフト町鉄道に移管された。カラフト町鉄道では、形式番号を変更せず使用した。 1925年9月に3千1万3 0 0に、が、1926年12月に3000が、民間のカラフト鉄道に払い下げられたが、1941年に、カラフト鉄道を、カラフト町鉄道が買収したのに伴い、町鉄席に復帰した。しかし、1943年の鉄道省、編入時にはすでに処分されており、鉄道省への入籍はされていない。 ありがとうございます。